松橋なんと申します。現在42歳です。8歳の時に、日本に初めて来ました。今は、日本の会社で、会社勤めをしています。その当時は、まあ、8歳なので、自分がなんで日本に来たかっていう背景は知りませんでしたが、まあ、外国に行けるっていう、ワクワク感とかはすごい子供ながらありました。まあ、あとやっぱり年齢を重ねていくにつれ、理解するようになってきたのは、まあ、カンボジアで内戦があって、両親がタイの難民キャンプに逃れて、まあ、結婚して私が生まれてっていうことで、まあ、そこで第三国に行ける、資格をもらえて、日本という国に決まりました。はい。本当は両親は本音で言うと、まあ、アメリカとか、もうちょっと大きい国の方に行きたかった。まあ、本当に日本っていう、全く未知の国だというふうにも、二人言ってた。何があるんだろうっていう感じで、まあ、とにかくここを出られるのであればっていうので、日本にやってきました。日本に来てから、やっぱり言語がまず話せなくて、その状況を子供ながら飲み込んでいくんですけど、まあ、自分はこの日本人の人たちと違うんだなっていうのはあります。やはり、最初は日本の社会に入り込む前に、数ヶ月間、まあ、人によって3ヶ月か6ヶ月間、大和定住センターというところで過ごして、日本語の勉強、生活習慣とか、いろいろなそのトイレの使い方だったり、洗濯機とか炊飯器とか、そういったものを両親は、教えてもらっていて、私たちは学校に通ってたんですけど、まあ、その学校がもう慣れなくて、言葉がわからないだけでもう嫌になっちゃうんですけども、一応国際、そういう子たちが集まる国際教室というか小さい教室があったんですけど、でも必ずそこから分散して自分の各クラスに行くんですが、まあ、その3、40人いるクラスの中に一人ポツンと外国人である自分がいて。みんなの言ってることわからんで、優しくしてくれてんのかしてくれてないのかもわからないくて、すごく嫌だっていうふうに先生に言ったら、同じ同胞同士の区のその教室がいいっていうふうに言ったら、もう甘ったれたこと言ってんじゃないっていうのがすごい伝わるようなことをもらって、結構、それで学校っていう集団生活が自分の中では馴染まないというか嫌いになったきっかけがそれでした。さらに私は長女なので、すごく期待されてる部分もあって、厳しくもされていたので、なんていうか、チャレンジっていうか、もう流れの、なんていう、引きずられながらも、これはもうやっていかなきゃ、嫌でも、もう進まなきゃいけないっていうチャレンジだったのかなって、はい、思います。それ今思えば、すごく、役に立ってると思ってます。こういうものがアートになるんだっていうのが、まず正直な、感想。なぜかというと、自分にとってては、まあ、普通にその小さい頃から見てきてた、なんて風景だったり、ものだったりするので、当たり前っていうのがあったんですけど、でもこういうものがアートになるって、なんか自分の生き方って悪くないなっていうのはすごく思いましたよね。その今までちょっとそれに対し、そのこの自分のそのルーツに対してどこかでカットしてる部分があった。特にまあ10代とか20代の時とかは多かったんですけど、だからそれをさらに作品にしていただけるっていうのは、なんかすごい意義のあるものだったし、すごい私はもう喜ばしいことと感じて、なんていうんですかね、それをまた
同じ道をたどってきた人たちに知ってもらいたい、じゃあより多くの人に知ってもらいたいなって思って、だからたくさんのカンボジアの人がこれを見ることで、皆さんがその勇気づけられて誇りで思えるような生き方だった、人生だったって思ってなったら、すごくそれは素晴らしいことだと思います。まあ、すごい撮り方とかもすごくやっぱ独特であるし、なんか見たことあるものだけど、なんかその中に、まあ、なんていうんですか、物語がちゃんと入ってるっていうか、そのものをただ撮るだけとかじゃなくて、すごいなんていうの、こっちが読めるような、何があったんだろうとかって思うような、なんか内側でそのいろいろ考えさせるような作品が多いんですよね。なんで夜間の中に鶏の足があるんだろうって最初思うけど、あ、そういう意味があるんだなって、そういう物語があったんだなって思うと、すごく見応えがあるっていうか、それは一枚一枚がすごくその人の人生が含まれてるんだなって思って、あと、まあ、本を通してその方の物語を読んだ時に、今まその多分知ってる人もいているんですけど、実際に接したことあるんですけど、その人の物語知らなかったと思って、あ、こういう人生を歩んできたんだなって、本当になんか涙が出てきちゃうっていうか、あ、こう普通に話してたけど、この人こういう考え方、生き方してきたんだなって思って、すごく私は次から優しくしようって思いました。私の中では女性で成り立つ団体を持ちたいっていう思いはずっとあったんですよ。だから私が尊敬するそのポンナットさんとか踊りを教えてるクリスナさんとか見て、もっとこの方たちが活躍できる場だったり、もっと生き生きできる、なんていうの、私たちにもできるんだっていうのをまあ、ある意味挑戦見せたいっていうのもあるんですけど、日本にいながらもちょっと自分の国のことを、思えるような、そのみんなが同胞同士で異国でもやっていけるっていう、その強さとかを感じてもらいたい。でもそのために私たちもその活動を通して皆さんをサポートしていきたいっていう思いから、立ち上げたっていうのが、で今回はレイファンドの皆様にたくさん力添えがあったからできたことなので、すごく感謝いっぱいです。まず文化継承においては、実は今でも自分が続けている活動の一つになっていて、舞踊を私がその習い始めたっていうのは、すごくやっぱり好きで、すごい小さい頃からもやりたかったんですけど、両親にはそういう自分がやりたいって言っても、それ何かのきっかけ作りをしてくれたことがまあ、なかったので、そもそも日本に在住しているカンボジア人で、そういった教室をやっているということが、小さい頃日本に来た時に なかったんですね。なのですごくこういうのをみんなが学んだら楽しいのに、好きになれるのにっていうのがあって、社会人になってからそういうのを探したら、一つ日本の渋谷の方でカンボジアのエミキムスール先生が
留学生とか日本人とかカンボジア好きな方が習いに来てる教室があって、そこに毎週木曜日通うようになったんですね。それが26の時。なんかこれを自分だけやるのはもったいないと思って、今あるし、今 NPO の CCJ っていう活動の中に入って、子供たちに踊りをじゃあ、教えていきましょうって、ちょうど言語教室しかなかったので、じゃあ舞踊教室もどうかっていうことで教え始めたら、毎年難民の集いっていうイベントがあるんですけど、そこに出るためのもうみんなそれ頑張って練習しに来て、でそういった成果を発表する場所もあったので、どんどん生徒が集まってきて、そういうこれはすごくいいことだって思って、やっぱり伝えていかなきゃいけないんだって思ったので、常にもうそれはもうずっと子どもたちの舞踊を感じてもらうことは私の役割なんだと思ってずっと続けていました。そしたらクリスナ先生っていう人がいるんですけど、なかなかやっぱり普通のお仕事されてる方なので、先生にもう踊り教えに来てくださいっていうのを結構何年かずっとか口説いてたんですけど、なかなか先生も忙しくてできなくて、でもあるその難民の集いのイベントの、2015年の時のイベントの時に、先生本当にもう教えてください、私だけじゃ力不足ですのでっていうことでお願いをして、クリスナ先生に皆さんの子どもたちの指導をお願いするきっかけがあって、で先生は多分そこから今伊調小学校の子どもたちに教えるようになったんですけど、本当に今そういう経過があって、やっぱりその教室の大切さ、集まってくる子どもたちの生き生きなんか笑顔を見ると、やっぱりみんな好きだから続けてるんだなって思っていて、これを継続させることが私の役割だと思うので、今後のそのアライブの活動を通しても何か支えていきたいなと思ってます。はい。日本にこれからそのもう1世代目の人たちも高齢化していく中で、まあ、1.5 世代の私たちがいて、それでその次の世代の子どもたちにというで行くと、このまま自分たちのルーツに触れていかないと忘れられてってしまうんじゃないかって思って、もうそれこそキムハクさんの思うようにこうやって記録を残さないともう消えていっちゃう。だから伝えていかなきゃいけない。それで伝えていくだけじゃ意味がない。であと、まあ、一番はやっぱりアイデンティティの確立が今後の次世代の子どもたちには必要だと思います。自分が何者かっていうのを知ることがその人の人生においてウィルビーなんじゃないかなって思います。はい。自分の中でもやっぱり変わったんですよね、考え方だったり。でもどこかでやっぱり葛藤してるのは、半分以上やっぱり人生の半分以上日本に住んでいるので考え方とかが、まあ、ちょっと日本よりで、でもカンボジアの人たちの考え方に対してちょっと違うとかいろいろ葛藤あったけど、でもそれも受け入れなきゃいけないんだな、人間としてそういうこともこれをやるにあたって受け入れることも大事っていうのも成長の一つの過程としてはできたので、すごく自分自身の中でも変われたんだと思うんですよね。